28歳です。今年が7年目になります。イースタンでは11勝を挙げまして最多勝ということで、今シーズン飛躍が期待されているサイドハンドのピッチャーです。そういえば今シーズンブルペンで輝いた選手は誰ですかとピッチングコーチに質問したときに、この藤原そして小石という2人の名前が挙がっていましたが、大丈夫でしょうか。頭かすりましたか今、デッドボールですね。そうですね、まあ、ただ大丈夫のようです。オープン戦危険、はい、危険球ありですかね。あ、今それをあどうなんでしょうね。今のまっすぐですもんね、はい、微妙ですよね、危険球っていうのはね、はい、まあ、次のピッチャーすぐ作ってるかどうか。あ、危険球対応、危険球ですか、うん、練習になりませんでした。まあ、アンパイアの方もね、はい、やっぱり公式と同じようにやらなきゃいけないね、ルールはね、はい、これはもう出し方ないでしょうけどね。うん、私すぐ作ってたかどうかですよね。そうですよね、予定ですとこの後は中崎というピッチャーが投げる予定だったんですが、まあ、これは時間かけていいんでね、はい、やっぱりすぐにはできてないですね。できてないみたいですね、はい。じゃあ、はい、予定より長く投げさせるか、一人また増やさなきゃいけないんでね、はい、ちなみにじゃあこの時間も、という通りこのオープン戦なんですが危険球ということになりました。この時間を利用しまして明日の、まあ、予定のピッチャーをご紹介しておきましょうか。ライオンズの方は岩尾投手が明日は、まあ、5イニングを投げる予定です、先発で。そして左腕の川崎、さらには小石と予定されています。やはり予定通りになりましたが、ちょっと早くなりまして中崎がマウンドに上がるようです。こちらのピッチャーになります。